1>, 1日バレーボール男子パリ五輪リ予選東京大会第2日日本に3エジプト国立代々木競技場世界ランク5位の日本は第1第2セットを連取したが前日に続いてフルセットにもつれ込み世界ランク19位と格下のエジプトに痛い黒星を喫した XQTwitter 上ではフルセットエジプト男子バレーサーブミスなどの関連ワードが続々トレンド入りした 圧勝の流れからフルセット。3位になった、ネーションズリーグの勢いはどこへ、やっぱり勝負は第3セットでしたね。2日連続フルセットはさすがに集中力切れるよね。なんで、しか出てこない、など落胆の声が飛び交った。1日置いて3日には世界ランク18位のチュニジアと対戦。上位2チームに与えられる出場権を獲得するためには負けられない戦いが続く。 体力的にも精神的にもきつい。明日休んでくれ。そして次は絶対落とせないから勝ってくれ。一番言いたいことはワールドカップから男子バレー見始めた方。龍神、日本代表の愛称はこんなもんじゃないから。など、ファンの叫びがあふれた。中日スポーツ。